どうも、スバターナノネンってことでね。あの、レオナルド・ディカプリオ、ディカプリオじゃねえや。どうなんだっけ、あの、トランプさんトランプ氏うん、トランプ、トランプ氏が、いやどうも、スバターナノネンってことで、もうどうやらね、トランプさんの圧勝でした。はい。まあ、とりあえず、結果は結果、おめでとう、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。 はい。ま、あこっからね、僕のま、あ主張なんだけども。ま、あ日本にはね、いいことないね。多分。うん。あの人政治家じゃねえからさ。なだ,んだん実業家なんで、ま、あ政治のこととかわかってないしさ。なんか、ね、日本にさ、あの、日本はもっと沖縄米軍基地にさ、予算を出すべきだとかなんか、言ってっからさ。まあ、でも、はっきり言わせてもらうけど。ま、あ60年以上前にさ、たった1回だけ日本に勝っただけで、今アメリカはま、あでかい顔してるけど、たった1回でさ、 何そんなエバってんのって何金出せってどういうことって話、うん、その当時の日本にさ、俺はいなかったわけじゃん,、うん。まあ、はっきり言って、日本は負けたかもしんねえけど、俺は負けてない。俺、スバターはアメリカに負けてないから。うん、もう一回やったら、結果は変わると思うよ。だって今の日本には俺がいるから。うん、もう、たった一回さ、勝っただけで、あんなさ、金出せとかさ、ったもんじゃん。だからまあね、 当時はね、もう軟弱だった、もう貧弱だった、もう貧弱、貧弱だった、日本に勝ったからって、あの、帰らせてとか言わないでくださいよ。うん、ほんとそう思ってます。まあとりあえずね、まあなっちゃったもんはしょうがないからさ、うん。まあ応援するけど、まあ俺もほら、ね、今このグローバルなね、社会に対応すべき、まあ俺もほらグローバル系ユ y o u ー u スバターで通ってるから、まあね、今後もね、まあ俺、俺クラスになると、まあ今後もやっぱね、 あのー、トランプさんに会うかもしんないしさ、まあ、ああの、クリントさんにも会うかもしんないし、うん。まあ、ま、今度グローバルなね、この世の中対応してもうグローバル動画をね、撮っているから、うん、バンバンね。というわけで、まあ、あの、トランプさん、とりあえずおめでとうございます。うん、それからね、まあ、んまね、そのー、日本、日本、まあ、あ認めちゃうよね。うん、まあ、確かにそうなんだよ。もう日本負けたんだよ、戦争に。負けたから、うん、日本はね、みんな死んないかもしんないけど、あの、アメリカのね、植民地だからね、日本って。うん。 奴隷国なんですよ。植民地なんですよ。で実際何されても文句言えねえんだけど、ね。でも60年前のことで、いつまでも大きい顔しれないとしないっていうのが、まあ、この、ね、スバターの主張で、うん。別にね、俺は負けてない。何回も言うけど、日本は負けたかもしんないけど、俺は負けてないから。うん。俺は負けてない。俺が負けない限り、ね、日本のね、普通の投資は消えないから。うん。ということでね、スバターでした。じゃあな。